演舞開演。どうも、本日はこちら杉本のディナーボンレスハムを食べたいと思います。なんか横に平らですね。結構重量感もありますし、ではここに手こずるんだよな。今日はスムーズにやれるかな。やっぱりすごく濃厚ですね。食べ応え満点、色とりどりで美味しそう。ビニールを剥がすと、はい、こちらが断面図です。結構綺麗ですね。でも今から食べちゃうんで、あんまり綺麗とかは、悲しくなる前にいただきます。四角いのも食べ応え満点。今まで食べてきた杉本のハムと比べるとちょっと塩気が強かったですね。それがうまく口の中を刺激してくれて食欲をそそりました。分厚いのでそのままホットプレートや鉄板で焼いてステーキになんていうのもいいかもしれませんね。食べ応えもあったし大満足です。なのでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。